緊急で動画を回しております、えー、というのはですね、山崎京介さんの YouTube が目に入ってしまいました。私、なるべく遠ざけています。あの動画が目に入らないように遠ざけています。というのは、脳が、えー、彼の動画で侵食されてですね、まあ、今後の生産性を落とす、えー、あるいは変な方向に行ってしまうことを防いでいるわけですけれども、まあ、ジュラシックカップというボディービール大会に出るということでね、えー、仕上がりの部分で、 私も心配しておりますので、え見てしまいました。京介、結果キッカー持った方がいいよ。厳しいって。というようなね、コンディションでした。まあ、おそらくあれは大会の10日ぐらい前の動画だと思いますが、まあ、彼は撮ってすぐ、えー、アップしていると思いますので、まあ、本当に10日前後、えー、しかない中でね、まあ、果たして大丈夫なのかと。 いう仕上がりの甘さでした、まあ、確かに私も最後のね、えー、ミネラルそして水分炭水化物などのコントロールでだいぶ変わるので、まあ、そういった選手なのかもしれないですが、まあ、それにしてもまだ女子脂肪が完了していないだろうというコンディションでね、えー、ミネラルや水分やカーボンなどを調整したところで。 えー、仕上がる体ではないのかなというふうに感じました。まあ本当に大会に出るということで、えー、私はね、別に全ての人が完璧な仕上がりで臨む必要はないと思ってます。大会に出ることをモチベーションに、えー、楽しむということもね、全然いいと思ってますが、今回の場合はね、えー、まあその木澤さんとコードさんが、えー、作り上げた大会でね、えー、大会作るの大変ですよ。 そして、えー、誰でも出れるわけではないグランドクラスというね、最上位のクラスに出るわけで、まあ、その木澤さん、ゴードさんの思いと、えー、誰でも出れるわけではないと、多くのボディービルダーたちの願いをですね、えー、背負って出るわけですから、これは中途半端な仕上がりは許されないと、私は思うわけですね。で、えー、筋肉の量とか、えー、バランスという部分はね、やっぱりなかなかあの過酷なもので、 えー、例えば今回同じステージに上がる大喜谷選手にバルクで勝つというのはまあほぼ地上のホモ・サピエンス全てが無理、えー、なわけですがきっちり仕上げていけばねそれはみんなを感動させるし山崎京介よくやったなというむしろ称賛になるわけですよねそれすらやらなかったらですねあいつは何なんだとでふざけたね YouTube ばっかり撮って で、えー、ゴードさんの思い、木沢さんの思い、そしてすべてのボディービルダー、ホモ・サピエンスの思いをね、バカにしてるのかというふうになるわけですよ。まあこの動画を見たらですね、直ちに女子棒を加速していただきたいと思います。一方ですね、えー、私の親友のミキティア、えー、高須ミキヤ先生はですね、かなりいいコンディションになってました。えー、山崎京介君よりもはるかにいいコンディションで、 山崎京介君よりもはるかに仕事をしているだろう、えー、高須先生がはるかにいいコンディションを作り上げていると高須先生はね、えー、カロリーの計算をしてきっちり、えー、アンダーカロリーになるようにして、えー、計算をし尽くして進めていらっしゃるので、えー、やはり知性の差が出てるなということを、えー、感じます。 まあ、高須先生はね、マックを食ったり、まあ、この間はね、えー、カップ焼きそば、まああのー、ベースフードさんの、ね、カップ焼きそばなんで、カロリーと栄養素はコントロールされているとは思うんですが、それを山積みにしてね、食べている動画をアップして、まあ、ボディービルダーというのもやっぱり YouTuber だなというふうに思いましたが、まあ、それを食べててもね、結局いい状態になってきてますからね。いや高須先生はおそらくグランドクラスではないので、でしかも初心者なんでね、 多分あそこまで仕上がっていればおそらく賞賛されるだろうというレベルになっていると。まあ、ただまだ残り1週間あるんで、さらに女子棒を加速していただきたいと思うし、この最後の1週間がね、ボディービルダーらしい体になる期間なんですよね、えー。例えば柔道の軽量級とかレスリングの軽量級の選手っていうのはね、かなり絞れてるんですよね。で、ボディービルダーもそこまでは普通に行くんですよ。そこから先、そこまで行って初めてボディービルダーに進化できますんで、えー、ぜひミキテ艇にはね、そこを楽しんでもらいたいなというふうに思います。 まあ、ということでね、山崎京介、厳しいって、マジ危機感持った方がいいよ。えー、緊急で動画を回してでも、このメッセージを伝えたいと思うぐらいの状態でした。えー、10月19日、えー、ジュラシックカップ、どんな姿でステージに現れるのか、まあ、これは今後の彼の人生をね、えー、左右する大きな、えー、分水嶺であると私は思っております。 ぜひ皆さんも山崎恭介の仕上がりにですね、活目して、仕上がってなかったら、もう本当にふざけるんだという声をね、かけて、彼を目覚めさせる必要があるんじゃないかなというふうに思っております。今日もご視聴いただき、ありがとうございました。私が創業したジムガレージでは、トレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店トータルサポートをしております。詳しくはコーードを見ててトレーニングいっ,てらっしゃい 私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしましたすべての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初となるグラスフェット低分子ホエイペプチドそして金合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております 最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいております是非チェックしてみてください